長原幸太は、日本のバイオリニスト。読売日本交響楽団コンサートマスター。広島県呉市に生まれる。村上直子、小栗町へ、工藤千尋、沢和樹、ロバートマンに支持12歳で、東京交響楽団と共演。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等。学校を経て、東京芸術大学を卒業。芸大在学中には、 全学奨学金を得て、ジュリアード音楽院に留学した。2004年9月、大阪フィルハーモニー、公共楽団主席客演コンサートマスターに就任。2006年4月、同学団主席コンサートマスターに就任。2014年10月1日、読売日本公共楽団コンサートマスターに就任。斎藤記念オーケストラに参加し、コンサートマスターを務める。 ハノーファー北、ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団とは、ソリストとして、あるいはゲストコンサートマスターとして、共演を重ねている。他、広島公共楽団と共演、セントラル、愛知公共楽団と共演、大阪フィルハーモニー公共楽団の、ダメオーケストラのコンサートマスターとして、作品多数、ありがとうございます。